花の名前も知らずに地に落ちた鳥は風を待ちわびる。拾ったところで何も変わらない。今を変えるのは戦う覚悟だ。地がバレずに越えて
に僕はもう一人で投げ捨てられた空き缶のようだ。互いの全てを知り尽くすまでが愛ならば、きっと永遠に眠ろうか。世界が終わるまでは離れることもない。もう願っていた幾千の夜と戻らない時だけが、なぜ失う欲望だらけの街じゃ、夜空の星屑も僕らを通せない。世界が終わる前に聞かせておくれよ。どうも2番目を務めさせていただきます、矢吹宏美と申します。よろしくお願いします。はい、まあ、8月でね、まあ、暑い日が続いてますけれども、まあ、今日はねちょっとそんなにね暑くないんで、まあ、すごい元気です。はい、まあ僕は、まあ、ライブ活動はその
何年か前にずっとやってて、でまあちょっとコロナが流行った頃に、まあ、2年ぐらい休止して、6月ぐらいからまたちょっとライブの方が再開してます。でまあその間にね、僕家庭教師を並行してやってたんですけど、まあそのまあ正社員になって、まあ、そっちもちょっとまあやりつつ、まあ休日は歌のライブをしたりとか、まあちょっとツイッターとか YouTube にちょっと動画上げたりとかっていう歌活動をしてます。まあ、今日はね、まあその、まあ、バルさんの企画もね、その前は本当になんか月に1回ぐらい出てたんですけど、久々で、すごい楽しみにしてたんですけども、まあノンジャンルということなんですけど、今回僕あえてまあアニソンをね全部ねチョイスしてきました。もともとねアニソンがすごい好きで、まあ、アニソンというかまあアニメがもうちっちゃい頃から、まあ、今現在まで好きで、まあちっちゃい頃なんかは、まあ、先ほどだったまあ世界が終わるように、その、まあ、皆さんご存知だと思うんですけれども、まあ、スラムダンクの、まあ、バスケの、話ですよね。まあ、あれのアニメを見るとね、やっぱちょっとまあバスケがしたくなるということで、もう本当にすごい影響を受けたり、まああるいは高校ぐらいであれを見るとちょっとスラムダンクのそのヤンキーの感じに憧れてオールバックにしてみたりとかまあありましたね。とかあとね、まあ、他にもいろいろあります。まあ、ジャンプが好きでね、ヒカルの碁っていう、はい、知ってますかね。知ってますか。そう、あの、まあ、知らない方もいるんで、まあ、その囲碁のね、そのプロを目指すっていう、まあ、話なんで、まあ、それが僕小5小6とかの時、それもねハマってしまって囲碁やりたくなって本当に田舎に住んでたんで、もう田舎のおじいちゃんばっかの碁会所に行ったりとか、それを囲碁教わったりとか、あるいはね、もうバトルアニメも好きで、ハンターハンター、ハンターハンターっていう、そのクラピカっていうちょっと青少年、金髪でちょっと髪長めで切れるとちょっと目が赤くなるみたいな、そういう設定で、まあ、能力があるんですよ。その念能力って言って、でそれぞれ能力があって、そのクラピカっていうのも僕好きで、鎖使い、鎖野郎とかっての敵から言われてて、鎖を持っての攻撃するんですね。でその攻撃が結構かっこよくて、まあ、その指によってちょっと能力違うんですけど、まあ、中指はなんか捉える能力とか、なんか薬指はその心臓を刺して心臓をなんかそれになんかその制約して嘘ついたらなんか心臓バーンって弾けるみたいな、それがかっこよくて、まあ、憧れすぎて、それも小学校だったんですけど、もう鎖を巻きつけて手に、それでも学校行ったらもうドン引かれて、はい、ちょっと一時期ねちょっと孤立しましたけど、まあ、そんぐらいね僕アニメ好きです。なんで今日はちょっとアニソンばっかなんですが、まあ、最近のアニメもね好きで、まあ、鬼滅の刃の映画見ました。すごい投げましたね。アニメの方は見てないんですけどいきなり映画から行って、まあ、あんまり回ってないけど号泣したっていうはい、そんな映画の曲が僕は大好き、その曲を歌いたいと思います。リサさんのホムラという曲ですね、聴いてください。悲しみよりもっと大事なこと。
県で大人になること埋めてゆく、もう何一つだって失いたくない、悲しみに止まれ落ちてしまえば痛みを感じなくなるけれど、
が僕に舌打ちしながら跳ね上がった顔に笑い土砂降りの夜に囚われの日々に問いかけるように時々トゲの中で仕方ありがとうございました。山口君でした。